いやー、ちょっとうるっときましたね。激しい愛情っていうのは非常によくわかるんですよ。本当にそれこそ、スキンシップが激しいんですね。頭噛んだりするそう、の。頭 こういう機会ができて本当に良かったなって思います。改めてね、伝えられるって素敵なことだなって思いました。小さい時に私の母からね、よく「ありがとう」と「ごめんなさい」と言える素直な人になりなさいっていうのがこうよく聞かされてましてね、そういう人間になろうというふうに努力はしてるんですけど、なかなか部屋の壁に貼ってるんですよ。自分で書いてるよね。ありがとう、ごめんなさい、許してください、なんだっけ。ドキドキしますよ。このキャラで何言い出すかわからない。恐ろしいですよ。だから彼女出てるところほとんど僕見ないんですよ。あえてテレビ見たことないよ ないよな。彼女もそうなの、僕のも見ない。変な親子なんですね。 CM みたいに流れるじゃないですか。そうそうそう、宣あ伝、れね、あれでなんか草刈正雄の娘爆弾発言みたいな感じになると、クラも今日何言うんだみたいな感じで ね、新聞見てても、クラの名前があったら、あ、出てる、あ、出てる、新聞畳むようなね。そうそうそう。で、この業界に50年間もいて、ずっとまず同じことというか、俳優を50年間も続けれるのが、まずめちゃくちゃ尊敬しますね。50年間じゃない、まだ47年。あ、そうだそうだ。家族からね、電話か僕にかかってくるってことはまずないんですよ。かかってくるって珍しいからね、なんか悪いことが起こったのかなと思うけどね、あれするんですよ。ですから最初に「笑ってくれるか?」と電話で「笑って妻です」私です」ってこう言ってくれと。いきなり即興演技みたいなのが始まったりするんですよ。自宅で。そう、いきなり「あ、坂口さん」とかって、私ここにいて「坂口さん」とかって、「あ、やだ石井さん」とかって、「どうしたの?」とかって近所のおばさんやったりとか、いきなりそういうフリースタイルでいきなり始まったりするよね。小さい時さ、よくさ、肘ずっと触ってたよね、パパ。肘好きだったよね。パパの娘であってありがとう。いつも支えてくれてありがとうございます。どういたしまして、これからもよろしくおよろ願しくおいいた願いししまます。す。ありがとありがとう。ちなみに娘さんがじゃあ彼氏ができたとかってなったら、パパはどんなこと。ほら恐ろしいね。